今日の朗一。はい、こんばんは。こんばんは。はい、やっておりますな。いい香りです。外はね、いい感じにスズムシの声が聞こえておりまして、秋も深まってまいりました。というわけで、今日七人に焼くものはサンマです。はい、というわけで今日特売で売っておりましたサンマちゃーん。おお。ところでさ、うん、そのサンマさ、七人に対してでかくない？でかいよね。どうする？半分に割ってみる？どうしようか。半分に割った方がいいか。そっちの方が焼きやすいかもしんない。割らないで行ってみる。そう、行ってみる。了解。行ってみます。行ってみましょうか。はい。なんか拭いた方がいいらしいです。水分しっかりと。はい。で、一応これですね、うん、あの塩たっぷり揉み込んでおります。はい。30分放置しております。いきます。やっぱでかいよ。でかい、ね。絶対でかいと思う。でかい。はい、一応これ炭が相当 遠ざけてるんですけど、炎が当たりますね。これ油格子で火が引火してんのかね。だね。すごいね。生きのいいサンマです。さあ、うまく焼きますか。移動しながら。移動しながら焼いております。うまく焼けるかね。焼けるかな。大変大変。ひっくり返し、よいしょ。おお、いい色なんだけど真ん中だけだ。あ、すごい、真ん中だけだけど、うわー、いい色、すごい、すごい色になっております。こんな感じ。こんな感じ。おお。まそう。まそう。通る通る通る。はい、というわけでサンマが焼けました。じゃあ早速まず切りまして。いただきます。はい。今年はこっちで初サンマか。そうだね。うん、いただきます。いただきます。うまい。うまい。なんかいい絵面だな。というわけで皆さん、ぜひ秋を満喫してください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。